どうも皆さんこんにちは、吉村です。はい、今回は激高したラージャンをソロプレイで行ってみたいと思います。で、これなんか激高したラージャンって俺読んでたんだけど、これ激高らしいね。まあ確かになんか激高したラージャンってなんか激高がみたいになっててさ、なんかあれだなと思ってたんだよ。激高が知ってます？あのカエルのポケモンなんですけど、あ、この話いらないか。カエルのポケモンの話いらねえか、さすがに。でね、あのスラッシュアックスをエネルギーチャージつけていく場合ね、保険として狩り技ドリンクを飲んでった方がいいと思いますね。最初ね、飲んでった方がいいですが、飲んだ方がいいと思う。くっそー、ドスファンゴじゃねえや、ブルファンゴ。バカ、あぶねえな、おい。あのね、このエネルギー使うんで、これ切るごとに。だから別にあの、外さないよっていう人はいいんだけど、外して狩り技貯めるのがさ、あれしちゃうと、あの、あれしてしまうんで、まあそんな感じです。伝わってるよね、多分。スッ。で、今回武士道スラッシュアックスですね。いや、もう説明です。する前が戦ってたけどさ、なんかね、俺的にはね、ラージャンっていう生き物はね、武士道がね一番合ってるような、いターンいつ一番合ってるような気がするんですよね。せいせいで、エネルギーチャージのループに一回入っちゃえばもうあとは大丈夫なんで、まああれですね、あの俗に言うエネループってやつですね。エネルギーチャージのループ、スッ。せいせいで、後ろ足を狙っていこうかな。できれば頭を狙って感じでさ、やっぱあのなんだろう、転ぶのが見たいじゃん。なんかモンスターが転ぶのってすごい快感だよね。いつもなんかおっしゃ転んだってなるんだよね。はい、どうですか、武士道とやっぱ相性いいでしょ。見てる感じラージャンは結構その移り変わりが早いからね、本当にすっ、あの技の移り変わりが早いんだよね。なんか次の技、はい次の技みたいな、こんな感じで。もう夏から秋になんか移り変わるぐらいさ、早いじゃん。だから夏って結構楽しい季節だからさ、いろいろ祭りとかさ、やっぱ花火とかさ、そういうのがあってさ、だからなんかどうしてもなんか早く感じるじゃん。秋、あ、もう秋みたいな。すまん、もう秋ってなんだ、お前生えてきてんだよ、お前。すぐ生えてくるじゃん、ブルファンゴ。まあ地球が父親まであるからね。あーっと、こいつ岩投げマンね。すぐ岩投げるやつね。すっ、あーやべ、遅かったなじゃねえ、技出しちゃいけなかったな、今。またかよ。マジでガチであの岩投げマンになってるじゃん。で、何の話してたっけ。やべ、あー、そう、夏、そう、夏から秋に移り変わる話だわ。そんくらいだから早いよねっていう、ラージャンの技の移り変わりはね、そんくらい早いっていう話をしてたんだ。あ、まあ、この話別に引っ張る必要なかった。この話別にもう終わりでよかったわ。スッ。いやー、スラークとね、スラークっていうか武士道とね、ラージャンは相性がすごくいいから気持ちいい、やってて楽しいよね。まあ、10分切れればいいかな。なんか10分超えちゃうと、あんなところに当たり判定あんのかよ、最後。スッ。危ない、今死ぬとこだったな、これ食らってたら。回復するのめんどくさくて。いつも俺言ってるけど、回復するのが本当にめんどくさいんだよね。ノラで、ノラっていうか、そのさすがに通信プレイ、フォロワーさんとやってる時とかは、もうずっとっていうか、ちゃんと回復するんですけど、なんかソロの時はなんかもう別に死んでもいいかなっていう、あれがあるよね。さすがに回復するわ。さすがにここまで来たら回復するけど。よいしょ。で、ラージャンは基本回復する隙があんまりないモンスターなので、閃光玉とか使って回復することをおすすめします。エネルギーチャージ、スッ。でね、武士道のね、よくこの回避後のモーション、回避後のモーションがなんか難しくて合わない、視点が合わないとか、そういうコメントがよく見受けられるんですけど、慣れだね。よくコツあるんですかとか聞かれるけど、もう慣れ、本当に。俺も体験版の時はもう何が何だか全く分かんなかったけど、やっぱ慣れて使えるようになったね。ただ武士道後のアクションはね、なんか強制的にダッシュしちゃうじゃん。あれなくてよかったかなって思う、個人的には。そのまま止まれてもよかったんじゃないのって。あ、まあそれだと武士道がちょっと強すぎるのかもしんないね。ちょっと待って、やばい、スッ。バカ、あっぶねえ。
せい。あ、これ当たんじゃないだよね。壁があるとね、巻き込まれちゃうんだよね。バカ野郎。せいせいせい。顔面顔面スッ。せいせい。もうエネルギーチャージだって、もうこの時点で溜まってんだもん。早すぎでしょ。早すぎだわ。早すぎってなるから、やっぱエネルギーチャージ万能だよね。スラークで武士道使う場合はエネルギーチャージ一択だと思いますね。僕は結構いろんなやっぱ意見があるからさ、絶対これがいいよとは言えないんだよね。日本ってそういうとこ厳しいよね。日本の話になるけど、日本って本当なんかそういうとこ厳しくない？なんか陰湿なんだよね、日本人で。やっぱよく思うのは、謎の日本の話になってきたけど、なんかすぐさ、なんか例えば今ベッキーさんとかの話でなんか話題になってるじゃん。で、悪いことはもう日本人大好きだからね、人の不幸は。いや、まあ全員が全員そうじゃないけどね、なんかそういうね、もうあれなんだよね、一種の文化になりつつあるよね。なんかすげえ真面目な話してるけどさ、なんかニュースとかもいいことは全然取り上げないのにさ、まあ、取り上げるとこもあるけどね、普通に。大体悪いことはなんか大きく一面にバーンって載せるじゃん。だからやっぱまあそれが注目を集められて稼ぎになるって考えたら、まあそうなっちゃうんかもしんないね。っていう、なんかいきなりモンハン全然関係ないなんか日本の話をしていくっていうね。まあ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 、たまにはいいでしょ。たまにはベッキーさんの話もいいでしょ。ちょっと待って、ずるいずるいずるい。これさ、ラージャンさ、ホースベースからなぜか腕が硬くなる仕様になったじゃん。なんか腕ラーって呼ばれてるけどさ、これ何なの、この仕様。なんでこんな仕様にしたんだろうって思わない？別にセカンドとかのやばい、ベッキーさんの話したから喉いったわ。別に腕ラーである必要あったって思うんだけど、最近なんで腕硬くしたんだろうって、別によくねっていう。なんかよくわからないさ、解約するのやめてほしいよね。まあ、別にいいんだけどね、別に実際のところそんな気にしてないけど、なんで固くしたんだろうっていう、もう純粋なあれだよね、思い、純粋な思いがある。すっ。な、極限ラーシャンってさ、4G の投げるならめっちゃでかかったよね。いや、お前これでかすぎーって俺毎回叫んでた。毎回極限ラーシャン行くときでかすぎーって叫んでた、俺一人で。ちょっと待って、そう、あれね、もったいない。前足にしか判定ないのに、なんかギリギリ当たんないところで回避とかしてるともったいないやつになっちゃう。そういえばセカジーとかだとさ、なんかラージャン尻尾切るとさ、怒らなくなったじゃん。このホースベースになってからどうなんだろうね、知らないんだよな俺。切ったことないな、尻尾。嘘、今の当たんないの俺すっ。あ、これまずいな、これだよね。あー、やっちまった。岩投げタイム。ちょっともうちょっとこっち来ようか。マグマがあれしてっからさ、このままだと回復しとこうかな。え、どうした、逃げるの早いな。え、あんな逃げ方すんの、飛ばないの。めっちゃ走ってったけど、初めて見たわあんな。落とし穴、そういえば持ってきたから落とし穴も使ってきたよね。次起こったら落とし穴行こうか。すっ。せい。あ、このさ、武士道の斧振り回すモーション大好き俺。もうあれのために武士道使ってるまであるからね、本当にそんくらい大好き。よし、来た。ここちょっと地形やばいから、せつ。あーっと、間に合え。岩は食らってもいいから間に合え。あ、これ岩も避けられんな、ありがとう。すっ、避けらんねえ恥ずかしすぎるわ。すっ、危ねえな。さあ走ってこい。ほいほい、いいね。あ、しかも腕らになってないね、よかった。せいせい。あー、これどうしよう、これ二段切りより普通の、うん、こっちの方がいいな。たまに二段切りの方が当たんない時とかあるんだよね。あ、こっちも当たんねえわ。ちょ、当たってない当たってない当たってない。
難しい。あのハンマーで縦3を頭に当てに行くぐらい難しいわ。あ、弱ったね。10分経っちゃいそうだね。あ、もうあと5秒だわあと5秒で10分経ってたわ。うわ、出た、ウロコトルね。もうウロコトルとブルファンゴはね、悪魔の申し子だからね、やつらは。本当にあのあれじゃないよね、モンスターじゃない。スッ、さあ大好きな大好きなぶんましモンをション、スッ、いや当たっちゃった。まずい、あっぶねえな、痛い。つ最後の最後にめっちゃ食らっていくよ、吉田。まあスッ、いやもうここまで来たら回復しねえわ。ここまで来て回復するな、それは甘え。回復は甘え。頼む、終わってくれ。ここで落ちたらもうボツになるわ、この動画。さすがに。ソロ動画は落ちたら動画上げないかもな。今んとこ落ちてないんですけど、まだ。スッ、まだ2つしか。あ、これ合わせて2つしか上げてないから何とも言えないけどさ。スッ。さあ、回復。回復は甘えらずよ、下、まあ、ここまで来て。もう弱ってるのに回復は甘え。オッケー、はい、といった感じでしたね。まあ普通普通な狩り。11分、10分切りたかったんですけど無理でしたね。なんかレア素材、こいつレア素材なんだっけ、なんか変な、あ、ん、ラージャンのレア素材ってなんか新しいの出たよね。まあ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 いいか、まあいいか、それはまあいいだろう。はい、というわけで今回は激高したラージャンをソロでやってみたという動画でした。はい、今回もご視聴ありがとうございました。んじゃの娘。